粋な出し物だったじゃねえの、獅子堂。やるな。恐れ入ります、会長。渡瀬組はよく見つけたよ。まだいるんだな、あの強さで。無名の男ってのがさ。この闘技場があるおかげですわ。ここは金と力を呼び寄せる魔界屋を持っております。お前おべんちゃらうまくなったよな。育ち悪いくせに。ありがとうございます。ほな、俺はイベンターのお役目がありますんで。見事なショーでしたな。ほんま、こっちは約束を果たし、まあそう慌てんと、お祝いを言わせてください。ちょっとぐらいおしゃべりに付き合ってくれたってええやないですか。この景色どないです。どん底におった俺にはまぶしすぎる光の街や。15の時俺は親に捨てられ、解消なしで借金まみれの男が何でもか。今頃はどっかでのたる人。そのせいで俺は似たような年頃のガキどもと殴り合い、鬼人会の消耗品ですわ。生き残るには強なる。もっとも強なったとこで気まぐれに殺されることもある。強さと幸運どっちか一つでもなくしたら途端に死んでまう。他の誰かにいつ命を握りつぶされてもおかしない。こんなん笑って話せるようになったんはやっと最近の話です。ならお前にとって鬼人会は悪夢そのものじゃねえのか。その割に会長と随分気やすいように見えたぜ。今はそれなりに口聞ける立場になりました。鶴野の頭が俺を拾い上げてくれたおかげです。何十年と地べた張ってきた俺の力をあの人が見つけ、まさに地獄に獅子堂いう名前は杯の時クソまみれの過去全部捨てて。あんたは俺と違うでしょう、桐生さん。あんたの過去は道島の竜や喧嘩最強、仁義と男気にあふれた伝説の極道。まばゆいばかりの人生を歩まれ、せやったらこそこそ死んだふりなんぞせんで堂々と名乗り出たらえ。花輪さんのことも大道寺のことも桐生一馬よみがえらせて俺らともう一花咲かせましょうや。あんたかてほんまはそれを望んでるはずですな。あせやろうが。そんなもんちっとも望んじゃいねえよ。ああ、もうお前のおしゃべりには十分付き合った。どうしても続きが話してんなら